明けましておめでとうございます。スマートブライダル代表吉野舞子です。昨年度いろいろと本当に皆様ありがとうございました。おかげさまでね、YouTube の方も1000人以上、もう今1500人以上かな、チャンネル登録者数も増えまして、いろんな方に見ていただいて、街中でも声をかけていただくようになりまして、ありがとうございます。今日はね、1月3日新年ということで、昨年の自分の仕事の振り返りとプライベートの振り返り、それと今年どういうことしていこうかなと思っていることをね、皆様にお伝えできる範囲でお話しできればなというふうに思っております。今日はゆるく聞いていただければと思うんですけれども、昨年度はね、うち仕事では結婚相談所って皆さんのほぼ全てどこかの連盟に所属しているんですね。自分の会員さんはもちろんのこと、自分の実社内だけではなくて、他の結婚相談所に入っている方とも出会いが作れるようにということで、連盟に入って他の結婚相談所ともご縁組ができるようにしているんですね。で、私もIBJ というね、全国の3000社ほどの結婚相談所が所属している、婚活業界で唯一東証一部上場、4月に、ね、上場基準が変わるのでまた鞍替えするんですけれども、そういうところに上場している企業の連盟に入っていて、全国で本当7万6000人以上の方ですねとご紹介ができるようにしているんですね。で、昨年度はその全国で約3000社ぐらいあるね、結婚相談所の中で最優秀賞としてトップ30の中に入って入賞をさせていただくということができまして、本当に多くの入会と成婚をね、出して幸せな方を作れたということでね、本当にいい1年だったなと思います。で、あとはね、日本ナコードの会っていうね、日本中の結婚相談所のカウンセラーさんとかね、ナコードの方が加盟している連盟っていうのがあるんですが、そこのナコードの会でもうね、20年以上なのかな、すごく長い歴史のとこなんですが、昨年のね、理事に就任をさせていただいて、で、それが2月かな。で、最終的に12月末で専務理事に就任をすることになりまして、一応ね、作り方としては、理事長がいて、で、専務理事がいて、常務理事がいて、理事たちがいるっていうところの、この専務理事っていうのはね、まあ、実情、まあ、ナンバー2といいますか、理事長の片腕というね、ところで、つかせていただくことになりまして、多くの成婚者を輩出できるように、結婚相談所のカウンセラーとかね、ナコード教育により力を入れていこうというふうなところで、自分の相談所はもちろんなんですが、同じように他の結婚相談、うちはね、成婚率本当に、世の中結婚相談所って、成婚率大体 40% が一般的なんですけれども、あとなんか3ヶ月経、3ヶ月交際が続いたら 80% とか出してるところもあるんですよ。それで成婚じゃないんですけど。で、なんですが、うちは本当に実際に成婚がもう 90% 以上超えている強いメソッドがあるので、やっぱり他の相談所でもね、それが再現できるようになったりな、少しでも、手助け、ね、サポートができたらいいなというふうに思ったりもしているという感じですね。で、あとは、世界的にね、有名な PMI というね、組織があるんですけど、プロジェクトマネジメントの組織なんですが、ここでご依頼いただいて特別講演ということでね、昨年の講演をさせていただいたりとか、他のところでもね、随分講演をさせていただいているということでね、非常に人の前でお話しさせていただく機会も増えた一年かなというところになってます。で、あとはね、私自身も全国の結婚相談所の経営者たちが所属をしている、まあ、私が主催で所属をしてクラブを作っていて、で、そこで勉強会ということでね、日々の、毎日毎日何かあれば相談受けて、アドバイスしてっていうのこととか、あと定期的に勉強会とかまで知識の啓蒙とかもさせていただいているんですが、そこもね、今ね、200社近くの結婚相談所の経営者の方が私の主催するクラブに入ってくださったりってことでね、本当に横のつながり、多くのね、先輩の行動ももちろん、お世話にたくさんなってるんですけれども、それはあってのことなんですけれども、仲間とね、そうやって力を、上げていこうというようなこととか、いろいろと主催もさせていただいているというような状態です。で、それのおかげで、ね、やっぱり、ね、入会と成婚もね、本当短期間でぐる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 回っていて、まあ、要は他の相談所の仲人たちの力のアップと自分の相談所の会員さんたちを増やして、その方たちが結婚できるようにって、これがすごい短期間でめちゃめちゃぐるぐるぐるって回ったんですね。で、結局私一人ではサポートしきれないと、それも入会待ちが非常にいたっていうことなので、断ることもあったんですよ。なので、本当にこう1年ぐらいかけて、1年、2年かけて、優秀なカウンセラーさん、誰がいいかな、どの人にお願いしたいかなっていうのをすごく見て、で、あ、この人と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 、みたいな、この人もお願いしようっていうのを決めて、ロックオンして、その方にアプローチを取って、で、昨年のね、優秀なカウンセラーさんが年末に結構パタパタって入ってくれたんですね。なので、今年はそのカウンセラーさんたちの強い、彼女たちの元々の強い力に私のメソッドを付け加えて、より強くね、していただいて成婚できる方を増やしたいなというふうに思っているというところですね。
で、あとはね、やっぱり YouTube の収益化ということでね、本当の収益が出るまでにもなったって、本当チャンネル登録者数が1500人以上と、年末でね、10月ぐらいに1000人に行って、でそこから2ヶ月ぐらいかな、バタバタあと200人また500人か増えてって、本当に多くの方に見ていただいてありがとうございます。嬉しいです。で、あとプライベートはってとこなんですが、皆さんご存知のワンコ、ね、チョコプでね、チワワとトイプードルのミックスのワンコですね、このチョコプが我が家にやってきまして、で、かつうちの母も一緒にね、住むようになって、ということでね、自宅が非常に手狭になったということでお引越しをして、で、あと、オフィスね、現在にもともとオフィスはあるんですが、それプラス私基本的に自宅、もうどこでも仕事できるようにっていうことね、私もそうですけれども、うちのスタッフ全員、もう一人残らず全員、もう好きなところで仕事できるようにっていうね、あとね、勤務時間もとらわない。よく皆さんね、朝9時から6時が勤務時間で残業があってあるんですけども、うちは本当、もう一日のうち好きな、一日1時間でもいいし、3時間でもいいし、もうやりたきゃ20時間やってもいいし、もう好きなように仕事してと。で、場所も好きなところでやってって、もう連、問わずね、っていうふうなことをね、作り上げまして、そういうね、組織をね、社内で。なので、私もそうですけれども、うちの部下たちも自宅でね、オフィスを持ってとかね、あと、旅行先で、ちょっとパソコン1台で仕事するみたいな、そんな環境もね、整えまして、で、自宅にあるオフィスも無事にね、移転させたりとか、言ってます。で、あとはね、まあ、流産ですね。これね、私3回流産してるんですね。まあ、それでも諦めず頑張って不妊治療を続けて、やっと今ね、妊娠しまして、ちょうどね、10週目に入ったってとこですね。まあ、あれですよ。座りも大変ですし、まだね、本当初期っていうところで、まあ、なんでわざわざあえてね、その不妊治療をしてます、そして流産して、で、今回また妊娠しましたってね、安定期入ってないのに話してるかというと、私ね、不妊治療始めた時って42歳だったんですよ。で、今も44歳で、まあ、来週にめでたく45歳、めでたくないか、めでたいのかな、45歳になるんですけれども、やっぱね、医者からね、いろんな統計を見た時に、私の年齢で妊娠できる、そもそも出産までいかない、妊娠できる確率自体が 1% 未満だと言われてるんですよ。これすごいことなんですよ。で、その 1% 未満である確率を超えて、私今回やっとね、また妊娠できたんですよ。で、それと比べてうちの成婚率って先ほどお伝えしたように 90% 超えてるんですよ。特に2021年度は 95% 超えてる。すごい方が成婚されてるんですけれども、数はね。なので、そのうちの皆さんが結婚できない婚活が大変だってすごく悩んでらっしゃると思うんですけれども、それと比べたらね、うち成婚率 90% 超えなので、1% 未満のこの妊娠率を叶えるって相当のことなんですよ。で、これやっぱりもう淡々とね、自分自身が会員さんが成功できるために自分をお手本見せなきゃいけないということで、淡々と冷静にやるべきことをやって、PDC を繰り返していくことをひたすらやっていて、もう諦めた方がいいですよとも言われながらも諦めずやったって結果これと、まあ出産までうまくいけばいいなというふうに思ってるんですけども、ということなので、やっぱね、この妊娠って奇跡なんですよ。本当に。無事に奇跡を迎えられると。いうことです。なので皆さんにもね、ほんと婚活大変だと思うんですけれども、婚活はね、成功の方程式がちゃんとあります。で、なので本当に正しい戦略を持って正しくやれば必ず皆さん結婚できるはずなんですね。なので、そう、諦めないでほしいということでね、私はそういう話をわざとしてますと。で、あとね、まあ新年になってね、実はじゃーん、お年玉をもらいました。私うちの夫からね、実はね、去年は私全然考えてなかったんですけど、これ何で話をするかっていうとね、思いやりは大事だよってことなんだけど、うちの夫がお年玉をくれて、ってびっくりしたんですよ。で、その時はもう私の親友のね、女の子、仲いい千穂ちゃん、すごい大親友いるんですけど、彼女と2人で美味しいものも食べに行っといてみたいなっていうのでお年玉くれて、今年はね、好きなもの買ってねって、これめちゃめちゃ可愛いですね、このポチ袋。じゃあこれね、うちの母と私2人に用意してくれたんですよ。で、これがまた面白いのが、中身は私とポチ袋、この袋を2つ用意していて、中身金額違うんですよ。どちらもまあ、ゆきちさんが入ってるんですけれども、で、まあ、枚数が違うということなんですよ。で、どちらかが当たりで、どちらかが大当たりですよと。で、こうシャッフルして好きなほどって言ってやって選ぶと。で、もう私は、まあ、残り物には福があるかなと思って、うちの母に先どうぞって選んでもらって、で、選んでもらって、で、私はじゃあ、残ったものだから福あるかなって引いたら、あれって、なんかうちの母より枚数が少なかったみたいなね。っていう、なんか、うちの夫としてはもう、新年早々ね、こう、
くじ引き的な感じでね、イベントとしてもう楽しんでもらおうって、なんかそんなね遊び心でやってくれたんですが、非常に盛り上がって、まあ結果ね、あの私より母の方が多かったっていうことで、まあ私としても、まあちょっと娘としては嬉しいんですけども、まあそういうことがあったというので、本当になんかね、私にもそうだし、うちの母にも同じように愛情を注いでくれる夫に非常に感謝してるなっていうふうに思いますね。やっぱり、ね、本当に結婚生活って思いやりが大事なんだな。結婚したから安心、両思いになったから安心ではなくて、その後も常にね、心がけて相手に対して思いやりを持っていくことが本当に大事だなっていうのを改めて感じたお正月ってことね。しかもね、このポチ袋も本当好きなものを買ってもらいたい、自分のためにやってほしいっていうことで、すごくね、こういう可愛いのをすごい探してくれて、で、見つけてきてくれたってことなんで、本当に可愛いな、こういうことでもね、本当にありがたいなと思ってます。なのでぜひ皆さんもね、気になる方、パートナー結婚しても両思いになったとしても、ぜひね、思いやりの気持ちを忘れずずっと持ち続けていっていただきたいなと。研究結果でもね、やっぱりね、特定のパートナーがいる人の幸福度は高いという研究結果が出てますので、やっぱりその幸福度が本当に高くなるためには、こういった思いやりを継続させるということが非常に大事だなと感じています。で、じゃあ2022年今年何するのってことなんですが、実はね、カウンセラー育成、これをね、より強固なものにして、でより成功者を増やしていきたい、もう成功率 100% まで上げたいなというふうに思ってますね。で、あと YouTube はね、やっぱり皆さんとの双方向コミュニケーションの場だとというふうに思っているので、なんか皆さんからのその質問とか相談っていうのはね、適時ね、こうなるべく YouTube で答えられるようにしたりとか、あと、もう前よりもね、YouTube ライブ、これをね、ちょっと増やしていきたいなっていうふうに思っていて、自宅オフィスもね、こう人が呼べるようなこんなソファーとかも入れたりとか、いろいろしてて広くなったんで、まあ人呼んだりとかしながら、家で一緒に YouTube ライブやったり、あと皆さんとね、ライブでこう、いろいろとお話ししたりとかっていうこともできていけたらいいなと思ってます。で、あとも、やっぱね、ビデンスに基づいたアドバイス、科学的根拠だったりとかっていうことをいろいろアドバイスをしているので、私たちもね、より知識をもっと深めていきたいなとか。あと、やっぱ成婚に力を入れているので、どうしても YouTube ってね、手抜いちゃってるんですよ。残念ながら本当にこう手抜いてしまっていて、さらっとしか会員さんに伝えていることの100分の1も話せてないって状態なんですね。まあこれはね、会員さんと会員さんじゃない方の区別ってところでやってるんですけども、だからまあちょっと、まあ自分のプレッシャーにならず、負担にならない程度に会員さんといい意味で、差別化をして、生きながら会員さん優先にしつつ、まあ皆さんにも有益な情報をね、提供できたらいいなと。できれば更新頻度1日おきでやっていきたいなというふうに思うので、今日みたいにゆるい話と、あとガチな話と、情報を織り交ぜていこうと思ってます。ね。ということで、まあ今年1年またね、ぜひよろしくお願いします。ということで、今日は1月3日ね、ご挨拶の放送でした。ありがとうございます。